今中さん、先発陣が本当に安定してますよね。まあ安定というか、そのね、若い力が今発揮されているところで、こう開幕ちょっと連敗スタートしましたけど、はい、よく立ち直っていきましたよね、みんなね。今日も先発する笠原投手ですが、どんなことを期待しますか？彼の場合はね、もうチェンジアップ持ち味なんですけど、先ほど言ったそのストレートがどれだけ走るかですから、オープン戦の頃ちょっとね、ストレートがあまり走ってなかったので、まあ、その分シーズン入って逆に上積みがあったなというところですね。そうですね。そして赤星さん、はい、日曜日の試合は結構乱打戦だったんですけども、打線つながりましたよね。ちょっとね、マデオ投手に助けられたからねありましたけれど、でも、はい、やっぱりしっかり打線がつながっての得点ですから、よく逆転しましたよね。そうですよね、はい、そして、はい、今永さん、柳投手は今年やってくれそうな感じします、うん。まあいいスタート切ってますからね、このままいけば2桁はいくでしょうけどね。ただやっぱり1年間やったことがないので、ここでへばるかっていうのがちょっと心配ですけど、まあ、勢いのままでいってもいいかなと思いますけどね。そういうことなんですね。柳投手、次の登板も期待しております。そしてドラゴンズスペシャル応援サポーターのマジックプリンスの皆さん、今日はスタジオに来ていただきました。今年も僕たち全力を尽くして盛り上げていきたいなと思います、はいはい、そんな僕たちなんですが、水曜日にスワローズ戦で今年1回目のドラゴンズ応援ツアーを開催しました、はい、はい、もう見事な逆転勝利で、もうね、チームも会場も大きく盛り上がることができました、うん、はい、4連勝となった木曜日の試合と合わせてご覧ください。若手投手が躍動しチームに変化をもたらせば、新戦力の外国人選手がチームを進化させる。力強いストレート、大きく曲がる変化球、ドラゴンズ初勝利の立役者となったガルシア。打率3割6分6厘、得点圏打率はなんと5割8分3厘、驚異の勝負強さで打線を牽引するアルモンテ。投打に大活躍の助っ人がドラゴンズを3連勝に導く。この勢いを後押しするのはファン。今シーズン初のマジックルによるドラゴンズ応援ツアーを開催。さらに今シーズンもやっちゃいます。ドラゴンズが勝ったら丸々します。応援ツアー参加者が公約してくれました。ザ・ベスト・ゲーム。先発はガルシア。岩中さん、いいところはどんなところですか？まあ、ストレートは力強いんですけどね、荒れ球でバッターがちょっと的を絞りにくいというところがね、まだ相手も慣れてないので、はい、それが今のところうまく生きてますけどね。そうですね、4回まで無失点、5回1点を失い、なおもワンアウト満塁の大ピンチ。ここはピッチャーゴロでダブルプレー。よっしゃー、最少失点で切り抜けました。するとその裏、ツーアウト満塁のチャンスを作ると、森監督が動きます。ガルシアに代え代打阿部、名古屋ドームのボルテージが最高潮に達します。期待に応えられるのか。ツーアウト満塁のチャンスに代打阿部、打ちました、捉えた、左中間ライナーだ、ワンバンでヒットになった、サードランナー先行ホームイン、セカンドランナー回って裏逆転、そして今三塁目のランナー帰ってきた、逆転のタイムリーツーベースヒット。見事期待に応えます。ストライクゾーンに来たら振ろうと思ったので、それがちゃんと当たってくれてよかったです。なおもチャンスは続きます。大島、強打が連続タイムリー。一気に畳みかけると、打席にはアルモンテ。赤星さん、はい、アルモンテ打ちます。いや、あのね、右方向へのホームランですから、すごい価値がありますよね、これはね。右打席も結果出しますね。そうですね、大丈夫そうですね、はい、アルモンテ大活躍。5回に打者一巡、なんと7得点を奪い、試合を決定づけます。
ファンの思いが選手に届き、ドラゴンズ見事な3連勝です。ありがとうございます。それでは皆さん、公約お願いします。桜打ちでそのあとガッツポーズで、ガッツポーズで表現しますか。はい。そしてお祝い事にはハンバーグを作るという佐藤さん、美味しくできましたといただきました。ドアラのぬいぐるみをプレゼントするといった大井さん、もらった富永さんはドアラと一緒に寝たそうです。今シーズン初のマジプリ応援ツアーも大成功。こんなに盛り上がるものだと思ってなかったんで楽しかったです。次回のマジプリ応援ツアーは19日木曜日に開催します。シーズンを勝ち抜くため、森監督の口癖は5割。ベテランの力が当然必要になってくることがあるでしょうから、この勢いは大事にしていって次に明日のピッチャーにつないでくれれば。若手新外国人が作った大きな流れを引き継ぐのは初登板の吉見一喜。崖っぷちと思ってるので、いつも言ってますけど崖っぷちですので。苦難の連続だった。だめ、足首が。エースと呼ばれる男が挙げた勝ち星は5年間でわずか13。かつての輝きを取り戻すため復活のマウンドへ上がる。その吉見、いきなりランナーを背負いますが、バレンティンを三振に仕留めると、青木をピッチャーゴロ、1回を0点に抑えます。するとその裏、フォアボールで出塁した大島を一塁に置いて強打。一塁番だけで得点を奪う進化した攻撃パターンで早くも先制すると、3試合連続打点のアルモンテ。打った瞬間入ると思ったという5階席に飛び込む2試合連続の3号ツーラン。頼れる助っ人の一打でいきなり3点を奪います。すると4回この日2度のフォアボールで出塁し、チャンスを演出してきた大島。今度は自分が返す番と、深々と右中間を破る2点タイムリースリーベース。スワローズ立山を攻略し、リードを6点に広げます。今中さん、吉見ナイスピッチングでした。そうです、まあ、序盤にね、あの援護があったので伸び伸び投げれたと思いますけど、まあ、彼の場合はね、ちょっと球速は一時期よりは落ちてますけど、コントロールがあるので、あとはストレートがどれだけ走るかだけですよね。あとはまっすぐということなんですね。6回1失点です。いいスタート切れたっていうのは間違いないので、また自信持ってやっていくだけです。吉見は嬉しい今シーズン初勝利、ドラゴンズを4連勝5割復帰へ導きました。マジプリの皆さん、快勝で大盛り上がりでしたよね、はい、いや本当にあの試合はホームランとかいいシーンが多かったので、うん、初めて来た応援に来たよってファンの方も、はい、もう一回行きたいなって思ってもらえたの で、はい、本当ですね、すごい素敵な応援ツアーになったなと思いました。中田君、この応援ツアー勝率高いね。そうですよ、うん、でも毎回やりたいですよすごい、毎回でも勝てますから。そうですよ、ね、嬉しいですね、まあ、裏事情を話すと CBC が地上波で放送する時だけっていうことになります。そういうこと。阿部君、阿部選手が打った時嬉しくなかった？いやー、もう嬉しかったですし、その日周平選手も活躍したんで。そうだそうだ、ダブルで阿部周平選手だね、これ。やっぱりドラゴンズの名前なんで。そうですよ、ね、そして赤星さん、はい、やっぱりアルモンテ選手がもうとどまるところ知らないですね。やっぱりね、あの日本に適応しやすいバッターだとは思ってましたけど、はい、ちょっと想像以上ですね。右でも左でもね、あのさっきも言いましたけど、コースに逆らわないんですよね、はい、強引なバッターだとちょっと苦しむかなと思ったんですけど、そういうバッティングをしてないので、これからも頼りになるんじゃないですかね。やっぱりあのスタンスがあんまり大きくないっていうのがポイントなんですかね。それもありますね、足をあんまり上げないんでね、はい、タイミングも取れますし。
そして赤星さんの愛する京田選手、はい、ちょっと不調もありましたけどもう抜けられましたかね。大丈夫ですよ、心配いらないですから。よかった。もう本当に 彼ぐらいのレベルになれば、はい、あの苦しみながらでもそのシーズン中になんとかできる対応力っていうのは去年1年間でつけてきてると思いますし、はい、ちょっとねやっぱり外の変化球に対してこう空振りするケースが多かったんですけど最近拾えるようになってきてるのでもう大丈夫かなと思いますけどね。そうですか、はい、そして吉見投手、今中さん今後どういう役割を期待しますか。まあ、ローテーションという、まあ、日程とかいろんな兼ね合いがあるので、はい、まあ、この春先はちょっと登板間が空けながら行った方がいいかなっていうところです。慌てなくていいので。そういうことですね。最終的に夏場にどれだけベテランが、ね、頑張ってくれるかですから、はい、さあ続いてはですね、週末のベイスターズ戦をご覧ください。先週のタイガース戦で今シーズン初勝利を挙げた小笠原慎之介。ここから勝ちを続けてやっていかないといけないのかなと思います。そんな小笠原がセ・リーグで唯一勝っていないチームがベイスターズ。およそ2年ぶり故郷神奈川での先発に臨む。その小笠原を援護したい打線は1点を追う3回、ツーアウトから大島がツーベースで出塁すると、ここで赤星さん、京田技ありのバッティングでしたね。はい、さっき言ったんですけどこれが空振りすることが多かったんですよ、うん、このボールを拾えるようになってくると、はい、真っ直ぐにもしっかり対応できてますからうす、ね、もう大丈夫ですね、はいはい、さらに絶好調男アルモンテ、6試合連続の打点となるタイムリーはレフトフェンス直撃。ドラゴンズ2アウトランナーなしから3連打で逆転に成功します。この後同点に追いつかれ迎えた5回、2塁1塁で4番ビシエドの一振り。第1球を投げて高めのボールを打ち上げたレッドホープビシエドの球は横浜のヒュートレ。5回2アウト2塁1塁で4番ビシエド。第1球を投げて高めのボールを打ち上げたレッドホープビシエドの球は横浜のヒュートレ。ドラゴンズファンの待つレフトスタンド真ん中へ入ったビシエド兄貴がアルモンテ弟を一塁ベースに置いてでっかいスリーランを放ちました。実試合ぶりとなる主砲の一発が飛び出します。援護を受けた先発小笠原でしたが、今中さん、はい、粘りましたね。まあ粘れましたけどね、そろそろもう少し長いイニングを投げてこないと今シーズン進化する年なので、はい、まあ、開幕もやりましたし7回8回までやっぱり投げてこないといけないですね。6回じゃちょっと物足らないですね。リリーフは大変ですね、はい、すると7回先頭の代打阿部がレフト線へのツーベース、追加点のチャンスを作ると、このあとワンアウト3塁となり2番京田を迎えます。Turning point。赤星さん、この場面ピッチャーゴロで三塁ランナーゴーでした。これどういう作戦考えなんでしょうか。あのスタートを見る限りギャンブルスタートも当たった瞬間のゴーではないんですよね。多分ゴロスタートだと思うんですよ、はい、でなった場合はやっぱピッチャーゴロが飛んだ場合っていうのは強殺プレー、挟まれてる間に打った京田選手が一つも先の塁に行くっていうプレーをしなければいけなかったのかなと思いますね、うん、そうですか。追加点を取れなかったドラゴンズはその裏でした。2番手又吉が3失点で痛い逆転負け。又吉は先ほど1軍登録抹消、木下雄介が初の1軍です。来日初勝利を目指す G、 しかしいきなり筒香に先制ホームランを浴びます。ただ今中さん、その後はしっかり抑えました、はい、ね、ゲームは作ってますからね。まあ、2試合連続完投負けですよね、負けが続いてるっていうのはちょっと心配ですよね。逆にね、心配と言いますと8分から離されると、ね、ずっとこの負けが混んでいくので、はい、去年もいましたけどね、バルデス投手のような感じになりかねないですよ。あ、そうですか、はい、ちょっと心配ですね。早く勝ちをつけてほしい。赤星さん、はい、セリーグ大混戦なんですよね。いや、僕当分続くと思いますね。ただちょっとベイスターズの状態がいいので、ベイスターズがちょっと出るかもしれないですけど当分続くと思います。今中さんどう見てますか。
まあ、カープも、ね、去年ほどではないので、まあ、ただドラゴンズが、ね、この5割近くでどこまで頑張ってこの4月乗り切るかです ね、 はね。セリーグの台風の目はドラゴンズになりそうだということです。そしてマジックプリンスの皆さんは今週も応援ツアーがありますよね、はいはい、今週の19日にタイガース戦で2回目の応援ツアーを開催します。そして5月15日に開催される応援ツアーの参加者も募集しています。サンドラホームページからご応募ください、はい、ファンの皆さんと共に再び勢いをつけられるようにしっかり応援したいと思います、はいはい、そして19日は松坂投手の登板日に当たるかもしれないということで非常に楽しみです、はい、そして19日は